と終電ですか。あ、はい、もちろん。あれ？国益停車？これですよね。はい。え、これ終電ですよね。今行ったやつ。今の国益停車なんで終電です。え？どういうことですか。え？あれ？ここ12両目ですもんね。え、なんで8両でしたね。え、8両でしたね。8両でしたよね。あれ？え、ここ12ですか。12両です。止まんないっすよね、だとしたら。通りに短かったんですね。え、待って、え、待って待って、もうないっすよね、終電。最終って8両編成でしたっけ。日によるんですか、ね、いや、知らないっすけど、僕そんな。うそ、うーわ、マジか。最悪だ。え、最悪だと。マジっすか、なんで12両にいたんすか。僕のせいですか。いや、そうですよ。なんでですか。え、だって僕だって普通に並んでて空いてるなと思ってここ来たんですよ。それはあなたの判断でしょ。いや、困りますよ。で、どこも行列並んでたんで、ここだけ空いてるなと思ったら、なんで、なんで細くな伸びた、はあ、伸びたのか。なんか初対面ですよね。初対面ですよ。怖い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 。明らかに絶対伸びたじゃないですか。伸びたじゃないですよ。なんでそんな僕のせいにするんですか。いや、マジでなんで12両にいたんですか。なんでって言われたらここに来るかと思ったから。思い込みですよね、お兄さんの思い込みですし、はい、あなたも思い込みですよ。僕の後ろ、はい、あの横にいれば間違いないなと思ったのはあなたの思い込みです。うわ、最悪じゃん。マジっすか。え、だって8両って結構4両奥ですよ。4奥ですから、ちょっと遠いなと思ったんですよ。なんなら遠くに顔が見えて、あれだからこっち来んのかなって待ってたら、はいはい、その顔が全然動かないんですよ、うん。そもそも運転手とか車掌も何も言わなかったですよね。確かに意味わかんなくないですか。確かに意味わかんないですね。なんで並んでて止まんないとこにいて教えてくんないですか、うん。そっか、わざわざ、あ、ちゃんとあの放送アナウンスで、うん、あれですよ、ちゃんと、うん、12両のにいる方、似てますね、8両に寄ってください。めっちゃ似てるじゃないですか。うまびっくりした。好きなんで。あ、そういう系なんですね。うるさいですよ。あ、すいません。とりあえず今盛り上がるとこじゃないですよね。ね、でも言っちゃったんだよ、もう事実なんで。これちゃんと教えてほしい。会社に問題があると思うんで、うん、改札でちょっと言ってみましょうか。いや、まあちょっと言ってみるのは悪いですけど、もうでもね、終電ちょっと。そうですか、遅くないですか、いろいろ言うの。タクシーの振り替え輸送が確か可能だったはずなので。いや、それってでも普通に行けるんですか、これで。あ、ダメだ。ああいう遅延とかそういう問題が生じてないと。そうですよね、それ適用されないんだった。マジっすか。どうしよっかな。あ、一口もらえますか。なんでですか。どんなか嫌ですよ。のび太のくせに生意気な。めっちゃ言いますね、それ。のび太のくせに。初対面ですよ、ね、いくつですか、お兄さん。僕31です。31ですか、はい。まあ、上ですね、でも。25です。そこ、なんでわざと聞いてくるんですか。いや、ちょっと気になったんで。なんか、お互いなんかこうやってあのね、乗れなかった同士、何かの縁だと思いますので、まあまあ、なんか軽く、僕お酒とか飲めないんですけど、軽くなんか一緒に、なんかドン・キーホーテとか行きます。嫌ですよ。え、ドン・キーホーテは嫌ですよ。あ、じゃあなんか軽く、はい、普通に飲み行きますね。じゃあ行きますか。まあね、始発まで待つしかないですからね。そうですね、はい、今日はじゃあ、奢ってくださいよ。嫌ですよ。なんでですか。なんですか、そんな場合は。